ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、出会いは奇跡。今日はですね、もうダンディーなちょっと男性の方、出会いは奇跡の映画に出ていただいた酒井亮太君なんですけど、ご紹介して、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。酒井亮太と申します。はい、出会いは奇跡のメンバーがもう 95% が女性で、やっぱそうでしたか。可愛くて綺麗な女性ばかりで、本当イケメンが大阪から一人とダンディーな酒井さんと2名あとはちょっと年配の方だったんでよろしくお願いします。こちらこそです。はい、早速なんですけど、はい、酒井さんのもうプロフィール、出身地だったり今のお仕事だったり、年齢とか、はい、そのあたりを少し2分間ぐらいでお話しいただきますか。はい、わかりました。はい、じゃあまず改めまして酒井龍太と申します。はい、年齢は今現在22歳で、現在都内の大学に通いながら、俳優を目指して、芝居の勉強をしているという形になってます。で、出身地は、埼玉県です。はい、で、そうですね、俳優を始めたのが、1年半前になりまして、で、今いろんな自主映画でしたりとかっていうところにこう出演させていただきながら今演技力磨いてるんですけども、仕事ってところに関しては一応その特技として僕はちっちゃい頃からマジックをやってるんですけども、そこの点でちょっと強みに感じている部分があるので、そのマジックの、マジックをお客様にお見せしてそこからお金をいただくって形の、パフォーマー業でも一応仕事としてお金稼いだりとかしております。楽しそうですね。僕もマジシャンというか手品大好きなんですよね。なんかこの場でできればいいんですけどね。見えますかね。カメラ越しで。何かちょっとじゃあ一発、今ちょうどシナモンが起きてきたんですけど、この猫ちゃんの鳴き声はちょっとかわいい。めちゃめちゃかわいいです。さっきからもうめちゃめちゃ。なんかちょろっと、はい。いいですか、これ見えますかね。こんな感じで。見える。見えます。コインですね。500円玉は、はい、ちょっとカメラ、照明的に見づらいかもしれないですけども、はい。で、これグッと握ってあげて、そうするとこう、消えてしまうんですね。はい。で、おまじない、カメラが、おまじないかけると、こんな感じで中から出てくるみたいな。あっちょっとね、見づらいかもしれませんけども。なんとなく伝わります？はい、この500円パッてやるとでかくなっちゃってみたいなね。ビッグコインみたいなね。絶対これモテますよ。いやいや、大丈夫です。ただ余談ですけど、このビッグコインとか500円、なんていうんですか、最近あったのがそのタクシーでもう終電逃して帰るときに、冗談なんですけど、普通にすいません、ちょっとお会計の時に、先生大きいのしかないんですけどって、全然いいですよって言われたとこに対して、先生大きいのでっつって、こうやってこうお会計の時にこれを出すっていうボケをですねかましたら割と受けたんで、そうかもしれない、そうお会計の時の大きいのしかないんでの時に結構使えます、これは。はい、それはなんか人間関係が一瞬でこう縮まるマジックでもありますよね。あ、そうですね、結構、はい、ふとしたところでいけちゃうので。そう、だいたい、マジックっていうのは人間関係を一瞬でこう近づける一つの魔法とも言えますもんね。僕はそう思ってたんですね。素敵な言葉ですね、確かに、魔法ですね。技術的にこういう何かが出てきたりとかなくなったりとかいうのも、パフォーマーの一部なんですけど、それを見ることによって、男性も女性も同性異性もこうグッと縮まるところに、なんか次の展開がありますよね、マジックと。いや、もうおっしゃる通りですね。人生のマジックですね。もうそこも本当に座右の銘になっちゃう感じの、もうすごい。使ってください、僕も。確かになーっていうので今、正解ですね、それが。真理をついてるイメージ。持ってて大丈夫です。もうただなんで。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。
あのなんかいくらでも時間が足りなそうな気がしてきました。あ、いえいえ、全然どんどん先にどんどん先に進んでいただいて大丈夫です。楽しくてありがとうございます。あのこの出会いは奇跡のオーディションを、まあ、どこかでご覧になって見つけてもらえたと思うんですけど、はいあの見つけて実際このオーディションをする時の印象と、はい、あとはビフォーアフターとアフターの方で実際現場に来た時の印象とあの、うん、どうだったかというのをちょっといただきたいんですけど。あ、ですね、まず、まあ、オーディションを、まあ、まずそもそも出会いは奇跡っていう、うん、あのタイトルにもまあ惹かれたんですけども、うんまあ、すごい素敵なタイトルだなっていうところで、はい、でそこでまあ受けてみて、まあ、レンさん含め、まあ、最初はオーディションで会話というかそのお話しさせていただく中で、うんうん、まあなんかすごくこの初感楽しそうな雰囲気だなっていうところで、あのぜひ参加してみたいなって思ってまずまあ受けさせていただいて、でまあなんていうんですかね、その僕のちゃんと強みってところをあの拾っていたくださって、それでそこをその映画というかドラマの中に落とし込んでくださるっていうそのまあご提案もしていただきながら、あの僕自身楽しく現場も経験させていただけたので、あのビフォーアフターっていう面ではそのアフターの方がさらにこう、ああなるほどな、こういう風に自分の強み生かせて何かしら の, そのコンテンツでなんか伝えられるものが伝えるんであれば、それはすごいいいことだなと思いますね、うん、ちょっと長くなってあんままとまらないですが、いやいやいや楽しかったです。ものすごくいい感じでまとまってました、ありがとうございます。本当ですか。あの本当にあの好青年で、あの僕はあの実は異性も、まあ、好きなんですけど、男性もあの同性も好きなんですけど、あの変な意味じゃなくて、ああの、はい、人間としてやっぱりあの魅力のある人はね、男性あの同性異性関係ないので、はい、あのすごくいい方ですね。あ、いえ、あの、ありがとうございます。まだまだなので、もっともっと頑張ります。はい、じゃあ今大学22歳ということは何年生なんですか。まあ今年が大学4年生の年でして、はい、なのでもう今年の、あ、まあ、来年の春に卒業っていう形ですね。あ、もうなんかお仕事はこれからですか。来年に向けての、あ、就職活動。一旦ですね、あの、まあ、先ほども申し上げたとおりマジシャンやってるので、で、まあ、マジシャンで一応その生計を立てることは、不可能ではないって思っているので、うん、そこで一旦マジシャンで、まあ、あのお金の部分は一旦その生活費とか持ちつつ、うん、まあ、あとそのマジシャンってすごくこの時間のスケジュール管理が自分で管理しやすいと言いますか、あの、うん、普通に就職をするよりも、はい、なのでそこでそのお芝居に費やせる時間をちょっと確保しながら、一旦その労力を割きたい部分はお芝居なので、あの、うん、お芝居を、あ、なるほどなるほど、そうなんです、そこをやるために、まあ、マジックを選んだっていう形になります。なんか出会っていただいてありがとうございます。いやいやいや、こちらこそです。本当は根っからの僕はどちらかというと育成というかプロデュースが大好きなので、はい、男性に限らず女性に限らずですね、うん、まあ音楽はすごい強みで好きなんですけど、やっぱりこの、はい、やっぱりこの人柄とかその、はい、マジックという世界にもう僕は大好きなんで、あ、よかったです、めちゃめちゃよかったです。これでこれここから始まりのような気がします。なんかそうですね、本当に、あ、うん、そうですね、本当に始まったばかりかもしれません。でズームで何回かお話ししてこの前のその撮影現場が初めての対面でしたもんね、はい、そうなんですよね、はい、うん、で対面の後のズームはなんか今日のことなんですけど、はい、これまでの過去のズームとなんか違いますよね、一回やってると。ああ、違うかもしれないです、やっぱり最初の頃よりも、うん、まあ、もちろん話しやすいって言ったら変ですけども、うん、まあ関係値というか、はい、雰囲気というか、うんうんうん、まあそういうところも含めて、そうですね、より一層高まったような感じはするかもしれません。そうですね、もう年齢的には本当に53と22って言ったら、はい、まあ極端な話、親子でも不思議なぐらいじゃないと思うんですけど、なんか一緒に仕事ができそうな予感がしてますよ。はい。はい。全力で、はい。あの頑張りましょう、うん、全力でこなします。そうですね。じゃあ次に、はい、まあ出会いは奇跡の最後のほぼ最後のシーンの一つに出ていただいたんですけど、はい、実際その役、まあ多分もう
おそらく数回しかしなかった記憶があるんですよね。そのリハーサルをしてすぐ本番やってみた。ああ、そうですね。はい、1回か2回かみたいな。うん、そこなんか初めてやってみてやり終わってどうでした？はい。あ、ごめんなさい、ちょっとなんか音楽流れちゃった。申し訳ないです。あ、いい音楽がちょうど良かったです。ありがとうございます。すいません、ちょっと申し訳ないです。うん、はい、すいません。はい、大丈夫です。ここ今喋っちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？ですね。まあ、リハ、まあ、お時間、やっぱりそのスケジュール、時間が限られてる中で、やっぱ撮影の監督される、やっぱレンさん含め、その関係者の皆さんも、やっぱ、こう、切羽詰まっちゃうと思いますので、その時間の面で、うん、全然、だからその僕も別に早くですから、なんだろう、逆に、なんだろう、1、2回の、リハーサルってところは別にそんな、仕方ないというか、別にそこはあんま気にしないです。なるほど、なるほど。はい、全然その、別にそこはそんなにいただけるものだとも思ってなかったので、最初から。なんで、そこは別に、まあ、逆に、一回、僕、一回失敗しちゃったんですよね、緊張。ああ、なんか、そうですかね。一回、なんか面白かった、音楽が止んで、で、めちゃくちゃその沈黙で静寂で走ってで僕にカメラがこう迫ってきて手元でこうマジックをするっていうところがあったんですけど、そこもうその重圧というかその音がなくてもってなって緊張しちゃって、そう一回失敗しちゃったんですよ、すいません。なんであれ確かに緊張しますよね、あのパターン。いやーちょっとねないんで、今までなかったんでちょっとすごい恐縮なんですけど、まあ一旦でもまあ、だからそのくらいは次からは行うようになるよって話なんで頑張るんですけど、でも全然楽しかったです、あそこに関しては。うんうんうん、とかは、はい、普段はじゃあ大学に行きながら、はい、マジックを今始められてるということなんですけど、はい、今なんか SNS とかそういうので何か出してますか？ですね、まあ自分自身そのやりたいことがですね、俳優業になるので、うん、一応 SNS とかその要は配信系に関しては、TikTok を活用させていただきながら、TikTok、うん、はい、TikTok で一応動画を投稿、しているんですけども、うん、その動画の、まあ、内容に関しては、マジックではなくてその、まあ、お芝居というか、まあ、ちょっとなんかクスッと割れるネタ系に走っちゃった部分はあるんですけど、まあ、お芝居関係の短めの動画をポンポンと今投稿しているような形になりますね。ああ、見てみたいな。なんか、お芝居系の TikTok の中に、なんか、ちょこっとマジック取り入れても良さそうな気がしました、ね。ああ、本当におっしゃる通りで、どんどんその、例えばなんか、寒い日にマフラーをこう、寒い寒いって巻いたんだけど、こう、グッて引っ張ったら取れちゃって、あれみたいな感じの、という、そうそうそう、マジックとかもあったりしますし、その本当に、なんか日常の中にちょっとしたマジック、それこそ今の500円のやつとか、っていうのを、組み込んでいけたら割と、まあ、はい、面白いですよね。まあ、いきなりその今まで演技の TikTok だろうと思われた方に対し、まあ何か本当にいきなりこう、はい、さっき言ったようにマフラーこうやって、まあ首が取れるマジックはないと思うんですけど。なんかちょっと修行してますね。ちょっと修行してますね。はい。絶対面白そう。頑張らないとな。面白くない。まあ首が取るマジックは演技。指しかできないです。はい。うん、あ、シナモンも興奮してますよ今。あ、マジック見たいのかな。さっきから可愛いんですよね、すごく。今ちょうどね起きてきたんですよ。あ、そうなんだ、ごめんね。なんか選ばれたんだと思います。やったね。いや、埼玉も、じゃあ出身が埼玉なんですね。出身も、はい、出身埼玉ですね、うん、はい、うん、私が鹿児島だったんで、僕も一時期4年間は埼玉にいたんですよね。ああ、はい。なんか以前ちょっと。大宮の近くに住んでましたね。はい、駅の。まだね、時間たっぷりありますよ。ちょっと、手札がなくなってきたぞ。何か、シナモンがなんか前乗りになってきて、マジックを見たいと言って来てますよ。ああ、本当ですか。なんかありますか。一応音声のみのその形になると思いますので、はい、全然そのちょっとすいません、なんかガクガクがずれちゃいました。いや、全然大丈夫です、うん、はい、まあ何でしょう、一旦音声のみで伝わりたいかもしれないですけど、一応トランプがありますんで、ね、はい、はい、まあ動画映えしてくれたらって感じで、そうですね、一個だけやってもいい。ラジオを聞いていらっしゃる方は動画で FM 機能で見れるんで、ああ
ちょっとお手数ですけども、はい、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、はい、あのしかもですね、ちょっと逆光で見づらいんですけど、まあ一応見えるようにこのトランプがあります。うん、見えますね、はい。で一旦ちょっとじゃあここに、あ、どうしようかな。一旦じゃあ持ってますもうずっと。ですね。でここのトランプの中に、はい、まあ、まあ秘密が隠されてるんですが、じゃあすみません、うんうん、監督のレンさん、あの一個質問させていただきたいです。あ、あのいいです。トランプ、はい、全部で52枚。52枚、うん、はい、マークがダイヤとクローバーとハートとスペードという4種類ありまして、ありますね。で、はい、で1つのマークに対して1から13までの数字がありますから、それであの 13×4 で52枚なんですけど、その中でですね、あの好きなマークと好きな数字をこう組み合わせて、例えばなんかハートの3とか、なんかこうちょっとパッと思いついたそのカードをおっしゃっていただきたいんですね。三つ葉でクローバーですよね。何でもいいですか。三つ葉のクローバーでいいですか。三つ葉のクローバーの、はい、カードで。で大丈夫、はい。あ、大丈夫ですよ。で、はい、数字は何がいいですか。数字はね、5番。そしたら5番で。わかりました。毎回聞くんですけども、今なら変えられるっていう、変えなくて大丈夫ですか。変えなくていいです。変えた方がいいですか。大丈夫です、大丈夫です。そういう意味じゃないです。はい、ちょっとトランプがあるかなっていうようなイメージで、これあの広げてて見えるかな、あの結構いろんなトランプがこんな感じで、うん、あるんですけども、あの1枚裏返ってるトランプが中からこう出てくる。裏返ってますね、1枚裏返ってますね、1枚こんな感じで、うんうん、でちなみにおっしゃっていただいたものはクローバーの5だった、あ、三つ葉の5だったと思うんですけども、はい、なぜだか1枚この中で裏返っていたトランプが三つ葉の、うん、すごいこうになるっていうこれは、絶対、つながりますね、人間関係が。いやいや、皆さん、はい、視聴者の皆さん、僕とレンさんの間にこの入念な打ち合わせがあった可能性もありますからね。ないですよね。はい、あ、ない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 。ないですよね、ないですよね。僕と一緒に営業に行きましょう。僕はもう営業マンなんで、完全に。あ、そうです。あ、もうぜひぜひ、まあちょっとこういう内容、はい、ちょっとしたあれですが楽しかった、見てたよかったですまあちょっと難しいね、あーって言いましたかわいい。いや、うちのシナモンは、ね、会話するんですよ。まあシナモンの話は今日はいいんですけど、ちょっと今ねバーチャル背景見えないんですけどあー、かわいらしく書いてる。なるほど、逆にはい出会いの奇跡がイラストレーターの根本真子の下積み時代を、はい、下積み時代を再現した映画で、はい、その28のシーンがあるんですよね、70分の映画で、はい、で28のシーンの中で2つだけが私がいただいたシーンで、あとは全部、はいはい、福岡にいた時の根本真子のイラストレーターの下積み時代なんですよ、はい、で台本をさらっと見ていただいたと思うんですけど、まあ、夢を持っている方、なかなか実現できない方、まあ、お子様とかいう方々で見ていただきたい映画ということになっていて、まあ、その最後に、まあ、酒井君がちょっと、ね、ある音楽のシーンで出ていただくんですけど、これ の、はい、出会いは奇跡の映画をなんか、まあ、イラストとかちなみにご覧になったと思うんですけど、はい、まあ、この辺りのなんか感想ですとか、なんかいただきます。今、温かいなっていう印象ですよね、うん、まあ、すごい端的になっちゃうんですけど、まあ、要はその単純に一言で表せば、なんか温かいな、うん、ちょっと絵のタッチというか、うん、まあ、僕、ちょっとあんま絵はそんなに精通していませんから、あれですけど、うんうんうん、その筆のタッチとかが柔らかいイメージですし、うんうん、なんかこう、まあ、なんだろうな、ただその絵の中になんていうんですかね、その温かさ含めちょっとくすんだようなイメージもちょっと、まあ、絵の中に見て取れたかなっていうところの、うん、なんていうのかな、ちょっと言葉で表しづらいんですけども、まあ、葛藤みたいなところというか、まあ、ちょっとモヤモヤする感情の部分も、うん、見て取れなくはないかなっていうふうにも感じるので、うん、まあ、ただ全体的にはやっぱその明るいような温かいような イメージが伝わってくるので、なんか本当に見た後に絶対元気もらえるだろうなっていうのは
間違いないというか感じるし、 何より上手いな映画っていう、はい、めちゃシナモンまとまってたよ今のがいやもう話まとめの苦手なんですよね。すみません、いやこれで大丈夫なのかな、うん、あの根本真子のそのイラストってくすんだように見えるのは全部ね、なんでかというとパステルと絵の具と鉛筆で描いてる、はいはい、あ手書きなんですよ。あ手書き感があるんです。そっか、今の時期なんかやっぱこうちょっとなんかパソコンでやっちゃう人もいますもんね。パソコンのほとんどない。あそこほとんど、でもそれをこう絵の具とかで手書きで、あだからですね。なんか思ったんですけど、さっき50人前の ありましたよね、トランプとか。あトランプ、はい。その中に同じサイズで1枚なんかプレゼントみたいに根本真子のカードがあったら可愛いなと思ったり。ああ、うん、すごいアイデアマンさすがですね。そうですね、うん、でそれをどうぞって差し上げる。例えばなんかバラバラなんですよってお見せして、うん、じゃあ適当に1枚タッチしてください、タッチしてもらったカードを見ると、うん、その根本真子さんのイラストのカードでプレゼントランプとかっていうのはすごく、そう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 、でそれプレゼント用で、表はその宣伝ですよ、サッカーの宣伝、はい、で裏にちょっと可愛らしいマジックみたいな感じの、まあ、なんかイラストがあるとお持ち帰りくださいみたいな感じ。めちゃめちゃいいと思いますめちゃめちゃいいと思います。名刺代わりです、名刺代わり。あだからトランプの中から名刺を渡すみたいな感じ。なあーこれいいかもね。なるほどですね。あのちょっと軽くマジックを通してで、あ、改めまして、なんとかと申しますっていう風な字を渡してるっていう。そう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 、ああ、まあ、面白そうです。なんか普通、社会の日本の場合は、あの社会人の場合は、何々と申します。一番最初に名刺やるじゃないですか。はい。で、まずは、あのマジック見てくださいって言って、マジックでこう、ぐっと縮んだところに、はい。同じところからパラパラパラってやって、このカードの1枚が私の名刺です。あー、とてもいいです。めちゃめちゃその段階でうわすごいってなりそう。なりますよね、絶対盛り上がるんじゃないかな。絶対記念に持ってそう。はい、それ作ろうか。いや確かにな、なんかやっぱそうですよね、最初のインパクトって大事ですよね。だからそこで多分その キザというか、そのキザというのが何だか分からない、かっこいいですよその名刺の出し方普通に名刺、例えばなんですけども名刺、うん、僕あの今持ってなくてあれなんですけど、一応その名刺入れをこう出して、名刺をこう失礼しますって出すときに、その名刺がブワーって燃えて、でふって引き消して渡すっていうのもマジックとしてはあったりするんですよ。ああ、はい、そういや名刺が燃えてしまってみたいなっていうのがあったりするんですけど、それもすごいインパクトが、それもそれで割とインパクト、やっぱそのやっぱ名前覚えてもらえる、まあそうですね、そのそういうふうなあれがあると、はい、そう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 。あと何かそのペンネーム作ってもいいでしょうね。ああペンネームですか。特に考えたことなかったな。うん、今酒井隆太さんっていう、ね、文字がここに見えてらっしゃるんですけど、はい、なんかそれを略すのか、何かのなんか一個作るのか、名前とか結構いろんな人の命名してるんですよね。 あそうなんですね。出会いは奇跡の中に出ていただいた役者さんで3名私名前つけたんですよあ、そう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 なんですね。ちょっとこれ、とりあえず対談がもうあと20秒で終わるんですけど、対談終わったらこの話しましょう、ちょっと。そうですね。じゃあちょっと出会いの奇跡も今日出ていただいてね、役者さんの酒井龍太くんでした。ここの TikTok、QR コードで見ていただいて。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。では、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、こちらこそお時間いただき、はい、ありがとうございました。はい。お疲れ様です。失礼します。引っ込み思案でのんびり屋さん、不器用で成績も悪く不登校、そしていつも一人ぼっち。でも彼女には一つだけ好きなことがあった。それは絵を描くこと。どんな時も自分の力を信じて、夢や希望を諦めないで。すべての人に贈るノンフィクション映画、出会いは奇跡。
空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音、雫一つ、歩いて